まあこれもね、トラックが出ているチケットをお持ちのお客様、観光のお客様に。
そしてどのメーカー、どのチームなのか、皆さんが歴史の目撃者となる、そんな瞬間が着々と整え始めています。さ あ, 今ですね、この放送が聞こえているエリアにいらっしゃる日本観客席の皆さんはもちろん応援の準備を始めていらっしゃると思いますけれども、そろそろですね、支度を整えて皆さんも観客席の方へとお戻りください。それから VIP エリア、さらにはですね、様々な、ホスピタリティでお過ごしの皆さんもいらっしゃると思いますけれども、この後ですね、進行といたしましては、このコース上で様々なセレモニー、そしてスターティンググリッドの紹介など、テレビとですね、同時にお伝えをしていくことになります。そして最後ですね、3秒過ぎて、このフォーメーションラップがありません。フォーミュラルのドコモスタイルでレースをスタートしていくところということでありますので、the only white guy in the line.
Yeah.
はい、皆さんこんにちは、内閣総理大臣の岸田文雄です。今日はフォーミュラー E 東京大会、素晴らしい天気のもと開催されますことを心から喜びを申し上げます。二酸化炭素が出ない、エンジン音が出ない、だからこそフォーミュラー E だからこそ東京での開催が実現をしました。日本で初めての公道での国際レースです。今日は東京の街を未来が、そして夢が猛スピードで駆け抜けます。国も東京都もこの環境に優しいモーターレースをしっかりと盛り上げてまいります。今日は皆さん、この未来の夢を十分に楽しみましょう。後ろの方にグリッドと言いましたけれども、ちょっと後ろの方からグリッド
ネオプロのネオバックラーレンフォーミュラー GT 22番手からスタート、それから今21番手のですね表示が出ておりますけれども、チャンピオンシップポイントが まもなく信号変わります。
国あります中国あります。あそこの先から見える。お願いします。
確認情報。